はい皆さんどうもアミティです。今日は北大のこんな問題を見ていきましょう。N 桁の自然数のうちちちょうど2種類の数字からなる数の個数を求めてくださいという問題ですね。 で、場合の数と確率の問題ですけれども、まず一番大切なのは、例を自分で編み出して状況把握をするということですね。そもそもその場合の数とか確率という問題は、その数学的に非常に深い内容を大学受験レベルで求められるかというと全然そんなことなくて、組み合わせ論的確率みたいなものですから、まあ、基本的にはですね、同様に確、確率の場合は同様に確からしくして、そして場合の数を数えていくというわけで、場合の数とかですね、考えていくことになるわけですけれども、まあ、今回の場合はきちんと場合の数の問題で、そういう場合って状況 把握が何にしても問題なんですねで大体考えることとしては次のようなものがありまして打ち分け考察とといいうもものと式のの式みたいなものですでこうするとまあちょっと難しくなるかなっていうふうに思われるかもしれないんですけどこれもやはり状況把握でいわゆるいくつか僕の動画でもですねいろいろ出していますけれども状況把握つまり何回も同じようなステップを踏む時にチャートを書いてそれで文字で置いて PN とか QN とか置いて状況把握して履識していくというだけなのでもう本当に重要な状況把握なんですね。ですからこれを一番最初にやるためにいくつか例を考えて何を求められている かとというのをまず捉えることですねであとはまあ内訳考察をするのか全化式を選ぶのかというのはまあ状況によりけりですけれども、まあ、今回の場合はどちらでもいいんですけれども今回はまあ内訳で考える方がま数なりいくかなという感じなのでそれで紹介したいと思いますというわけでえチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いしますはいというわけで解説していきましょうちょうど2種類というわけでどういうものがあるかというと。 全10種類ですねこの中からまあ例えば N 桁のものというわけで4桁ぐらいでちょっと例を考えておきましょうそうするとまあ例えば12という2つの種類をこの10種類の中から選んできたとしましょうか2種類というわけで,でそうすると1122みたいなのが一番最初に考えられますねでこれの並び替えみたいなものは一応バーッと考えることができますまあこれが一番典型的な例でしょうで2種類という制約しかないので1を2個2を2個使う必要ってないんですよねですから1222みたいなものとか1112みたいなものの並び替えみたいなもの 問題として出て出きますというわけでこういう数えもらしがないようにしなくてはなりませんねこ2種類のものと言っているのは個数は全然関係ないわけですですから個数についてちょっと倍分けするっていうことがちょっと必要かもしれませんねこれは1を2個2を2個1を1個2を3個1を3個、えっと、2を1個みたいな感じですよねでこういう数えもらしがないのかなみたいな感じで考えるんですけどこれでいいのかと思うと実はちょっとまずくて1から9までのものから2個選んだら確かにこういうものでいいんですけど 0が入っっててくるととここのの最高位のところに0って来れないんですねですから大きな場合分けとして0が入った場合例えば12みたいな01という数を選んだ場合に1000とかですね1110みたいなものはいいんですしかしながら0100みたいなものでダメだし0111みたいなのもダメなんですねですから大きな場合分けとして2種類選ぶ段階で0が入るか入らないかという場合分けが非常に大きな問題になってくるということを見抜いてあとはやっていきましょうというわけで、えー、数えていきますと0を 含まなないいっていうのがまあ楽そうな方ですねこれと0を含む方でなんかまあちょっと場合分けが必要だということが分かりました例えば0を含まない場合1から9から2種類選ぶというわけですからまず QC に使う文字というか数字の指定ですね2個選びましょう例えば1人みたいなものを考えたとしますで抜けたあるとしましょう この空欄の中に1と2を埋めていけばいいんですけどどういう風に考えるかというと物の個数がつまり1を入れる個数が重要なんですよねですから1を1個使う場合1を2個使う場合でどこまでいくかというと n-1 個までは OK なんです n 個使うということは全部1っていうのがダメなので考えるのは1を1個使う場合はこれ1を2個使う場合はこの中から1を選ぶ場所を2個入れる場所を2個選ぶでこれがどこまでいくかというと こんな感じですね。n ≪くまで OK だというわけですからこれがものの個数というわけでこんな感じです。でこれ計算できるのかなとちょっと思うと思うんですけどこれはできるんですよね。例えば nc0 とダメなケースですね1が0個1が n 個っていうのがもし埋めて考えたとするとこれ全体で2の n 乗になるということは皆さんご存知だと思います2項係数の性質ですね。ということは全体2の n 乗からこれとこれ引けばいいというわけで。 2 2の N 乗マイナスとということですで一旦こういうことが、まあ、なかなか綺麗だと思うんですけど分かってしまった場合に他の考え方ができますもうこれを経由せずにいきなりこれを出すということですねつまり1と21と2入りうるんだから、まあ、全部2通りずつと分けて2の n 乗あるじゃないかと思うんですね。 だけど、この中にダメなものが含まれています。つまり、全部1、全部2というのがダメなので、引くにしておくというわけで、これを減ることなく、これを直接出すこともできます。という考え方ですね。こういうものの個数、こういう例を考えてですね、その内訳を考えてバットを足すという、まず立式してしまうということも大切ですし、一旦こういうことが分かったら計算してみようと思うと、こうなって、じゃあこれ直接考えてみよう、みたいなことも結構重要だと思うんです。いきなりこれを思いついても別に構わないので、まあ、そこは、 好き好きなんですけど、まあ、皆さんお任せしますけれども是非ともどちらも考えられるようにしておくと応用範囲が効くと思いますというわけで0ロ含むをいってみましょうか0ロ含むという場合残りの数字を1つ選ばなきゃいけないので1から9の中から1個選びましょうそうすると今度はこの辺ちょっと変わってきまして。 ここが0は入れないんですねつまり1確定あと0と1を使うとしましょうか0と1を使うと思うと1確定なんですね0入れないのでというわけで残りのこの n-1 個のところに1と0を埋めていかなくてはならないということですそうすると先ほどのこちらの方の考え方言ってみましょうか、まあ、大体2の n-1 乗1乗1個ありそうなんですが全部1っていうのだけがまずいので2の n-1 乗1乗1個というわけですね で他にも個数、1の個数とかですねえ、考えてみましょうか。まあ、0の個数でもいいですので、0の個数考えてみましょうか。0は必ず入らなくてはならないので、1個からスタートするというわけで、n-1 個の中から0が入るものが、もし1個だとすると、N、n-1c1 ですね。で、2個だとすると、こう。で、全部0というのも OK ですから、n-1c、n-1 ということですね。で、1で数え上げたとすると、今度は、この、なんていうんですか。 1>, えっと1を1個も使わないというのが OK なのでこんな感じですね1が0個でももう使っているんでいいんですよねで1個使う場合2個使うまあ全体として2個でこの中から1個使うとするとこんな感じで全部1ってのだけがまずいんで今度はこちらが n 2まで足されるというわけでここがないものと。 こちらがないものという違いが出てくるんですけどやはり全体として2の n-1 乗マイナス1ということですねここに1があるのでえというような感じでどちらもオーマスターしておくといいと思いますあとは計算ですねやっていきましょうこちら 9c2 というのが982というわけで36イコール3 6かける2の n 乗マイナス2というわけで,、まあ、2, 2, わけで2をくくっておきましょうかそうすると7 2かける2の n-1 乗マイナス1なんかそれっぽいのが出てきましたねでこちらはそのまま9かける 2の n-1 乗したがって全通り求めるものはこれたすこれというわけで2の n-1 はくくっておいて81ですかね 72+9 で81というのでこれが答えになります。 はい。というわけでいかがだったでしょうかなかなかですね、パッと見なんか自然なあ、ちょっと面白いと言いますか、えー、ナイーブな、中学受験では出てもおかしくないような問題なんですけど、まあ、なかなかこういう風に考えておくというわけですね。おそらく中学受験とか、まあ初等的な意味ではこちらの数え方で、こういうのはやはり大人びていると言いますか、こう余裕のある人間ができるみたいな感じですよね。もちろん計算実行という意味では結構大変かもしれないんですね。これ直接。で、結局のところ二項定理から、これとこれが等しいみたいなことになるわけなんですけれども、やはりどちらもできるのが望ましいと思います。問題が複雑になると、まず識してしま たがいいみたいなこともあるし利、えー、識してしまうとむしろこんがらがるということもまあなきにしもあらずなんですけどやはり履歴すると見通しが良くなったりしてるのでそこはもう好き好きでお任せしますというわけで、えー、この動画がためになったと思う方は是非ともチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いしますというわけで次の動画もご覧くださいさよなら。<music>